というわけで本日もやってまいりましょう、ムジラの仮面パーサーティー。あれお前前回で終わった、また別の作品でお会いしましょうとかのたまってたんじゃねえかということだったんですけど、せっかく手に入れたさ鬼神の仮面をさ全く持って使わないまま終わるのもどうかなと思ったんで、今回はちょっとボス戦でですね、恒例の能力をしっかりと発揮したところを皆さんにお見せするという、しっちゃかめっちゃかなパートでございます。あ、上から降ってきた。お前驚くほどだけど、お前白目向いててこっちも怖いからな。てかお前もお目が真っ赤なんだよ、充血しすぎてちゃんと睡眠取れてますかっていう話なんですよ。ということで、踊るのおぜ踊るわということでさ、お前の剣と俺の剣果たしてどちらが成功、勝負だ。うら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 、あ、終わっちゃった。早い。こっちの体力少なかったか。覆いかぶさってくるかのようにこちらにやってまいりました。燃え尽きて終われ、血液検査終了。では次行きましょう。あっさりしてまんなーということで、でね、こいつの場合はどう戦ったらいいのかっていうところなんですよね。まあとりあえず溶かさないと何にもこにも始まらないけど、まあ神殿のボスの部屋行きましょう。まあこのね、あのムジラの仮面の好きなところの一つがさ、あの何回でもこうボスと戦おうと思ったら戦えるってところなんですよね。ゼルダの伝説は、ゼルダの伝説じゃん、時のオカリナに関しては残念ながら一回戦って勝ってしまうと、もうあの戦うことができるボスってもう必勝ガノンとガノンドロークしかいないっていうところなんだよね。ちょっとガノンと戦おうと思ったらさ、あのガノンドロークだったらさ、なんか後ろからさ、そこまでなんか階段駆け上がってったら楽だけどさ、ガロンと戦おうと思ったらね、あのガロンドロフ倒しちゃったのはめんどくさい、あのお城からの脱出っていうシーンがある。仮面機械10ゴート、仮面機械10、あのなんか三つどもえみたいなね。とりあえずこれでなんか逆走していったらなんか会えるんじゃなかろうかっていう感じがするんだけど、ドド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 、あれいない、どこ、わお飛びます、いた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 、あ、つえな、なるほどな、なるほど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 、追いかけていっても無理ゲーだよね。ってことはまた逆走してお会いしましょう。だから逆にこう来るのを待ってた方がいい。あ、ちょちょ見えない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 、そう、これで行ってどこまで、お、来た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 、いい感じですね。なるほどな。だからあいつがあの勝ち上げて、あのブルドッグで日馬たちもどうにもブルドッグでもう連れ直しってるってことは相当のダメージを与えてるってことだぞ。これちなみにこいつの攻撃力ってさ、あのさ大妖精のさ、剣あるじゃないですか。妖精の王剣だったか大妖精の剣だったか忘れたけどさ、あれと比べると攻撃力はどうなんだろう。あれちょっと待って、来ないぞあいつ。どうなってる。あれ、おーい、おっちゃ、違う、あれってのどこ、あ、待って、あ、なるほどね、あ、逆回りもあるんだ、まあ、それは冷静に考えたらそうだよな、だいたいあの、なんであの人間、あの時計逆回りしたいんだって話なんだけど、あの、なんかさ、あのリレーとかでもさ、なんであれ時計逆回りなのとかって言ってる、なんかあれ、本当かどうかは知らないけど、僕は聞いたことあるな、なんか、ね、心臓と逆だから、あの、じゃあ心臓に負担、心臓が内側になることで、負担がおヘリヘリするからっていうことを聞いたことがあるんですけど、本当なのかなって。ただ実際にあの時計回りで走るのと時計逆回りで走るのとで、もしかしたらその、あの、まあ、短距離は関係ない、100m 走なんかまさに一本直線だから関係ないけどさ、どうなんだろうね、あそこの負担がどうだったっていうことなんだろう。いや、ほら、お前、何やねんぞ、オッケー、セイバー。これ追いかけて、なんか上から追いかぶさって、ドスンドスンってするように比べたら、めちゃくちゃ簡単っちゅうことですよね。ほら、ざまあ、見せろせ。さあ2匹目もおしまいですね。じゃあ続いて次行きましょうか。一旦カッツということで、亀さんに乗って揺られて、ただ無用具に関してはこれどうなんじゃろう。なんかこっち、あ、こんななんかあれなんだね、あの行きそうな顔してるの、あのお姉さんが上に乗ってきてさ、あの腰を振られてもうダメ行くみたいな顔してるの、うわー飛びすぎ、ちょ、貧困なんだけど真ん中に無理やり強引に落ちていく、なんかあの一瞬その無重力になる瞬間があるのかもしれない。さて行こうかということで、さあワカメクラゲ昆布がこうぐる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 伸びているというところなんですけど、さあこっちまで向かってくるか、
握り拳を握って飛びますピョイーンチャ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 巨大仮面でとりあえず仮面をつけとくって感じで密林仮面戦士とかだったもんね。であと何だったっけ、あの広角機動戦士ガッツリあーあっけるなあっちょっとマジで勝てるじゃん。お前は一生沈んでおけ、ヒラメかカレイカになってしまえ。カレイカに電池を積み上がらねえ。あれ、落ちない、大丈夫。あ、もうなんか、インターセンターとかずっとブル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 動いてるな。これ青いのは何なんだろう。青いのはこのコンペイトの中ね、あのトゲトゲなんかなくしちゃったみたいなやつ。青違う、青もちゃうわ。あれ、どうした。わー、もう、わー、わー、わー、危ない、危ない、危ない。おぉ、衝撃ハーで、衝撃ハーって言いながら女の子で閉じてる。こいつダメージ食らってるのかちょっとわかんないけど、あのダメージ、あーやっぱダメージ食らってるんじゃ食らってるんですね。オッケー。じゃあ小骨がいっぱいありそうなお魚を出していただいて、こいつら食べたらなんかハートキャッチだしたら面白い。沈み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 。オッケー、苦しめ苦しめ。あ、やべーやべーやべー、泳ぎたくない、痛い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 。おめー、本体より子供の方が強い、痛い、飛んでいきます。で、ピッチョ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 、あれピッチョピッチョしてる、ピッチョピッチョしてるやつ切ることができる。ギリ3枚よろしい。痛い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 。お前本体自分が攻撃できねえからっつって息子たち、息子や息子へ無理攻撃させるなんて、なんて卑怯なやつなんだ。脱出脱出。あ、しかもこいつあれかよ、ゾーラ族じゃないからあれなんだな、あの沈められるとタイマー発動するんだ。11分50秒、あんな激しい1分50秒、なかなかあれ過ごせないけどね。ちなみに皆さん、だいたいあの浸水じゃない、潜水はどのくらいの潜水はどのくらいですかね。僕50メートルくらいって言ってるのかな。まあ、それ以上はなんかね、あの 50m は頑張るぞって無理やりやってるけど、その折り返しができなかったりするからねと言いながら言ってて、やっぱこいつ一撃でボコボコにできましたね。さあおしまいだーす。なんだ、水でできたときに身がないっちゅうことですね。はい、ではでは、矢もゲットしたところで一旦ぶちのめ、これあれじゃないね、息子娘もいなくなってるよね。よし、じゃあ一旦カッツ。さあ行こうか、ルンブルン、激しくいくぜ、クロールズ、チャ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 、パコパコ、ハメハメのドリ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 。さあ行こうか。じゃあ、ここ登っていって、お虫はまだ、あれ？あ、ここまだ仮面になれないんですね。オッケー、じゃあ、くるっと行ったら、なんかよくわからない世界に飛んでいきましょう。さあ、大きい大きい虫ちゃんがいるよ。まあ、本編でも喋ったけどさ、人、獣、魚、虫ってどん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 知能レベルが下がっていってさ、こいつに関してはもうただただ飛んでいるだけでさ、もう一切合切さ、こっちにあえて意図的に攻撃をしてくるっていう能力すらもなくなってきてるから、果たしてこいつはボスと呼べるのか、なんかたまたま大きく育っちゃった虫なのかっていうのはちょっとよくわからないところでね。さあ、ていうか、あ、ちょ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 、あ、やばいやばいやばい、遅いな。あ、いい、でも普通にダメージ。でもこいつ、カブの尻尾さえダメージ与えてられれば、めっちゃこっちにグイッと向かって、美しいわ。さて、こっちに行って、でシュン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 、インスンサンスンウンチンカーハーパリピピ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 ピなんか、あ、今だから、なんか謎のムニオーンとか言って声が聞こえてはこなかったのかな。さてさてさて、ズズ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 、てて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 て、適当に歩き回ってるだけ、飛び回ってるだけ、止まったけど、やっぱりこいつ意図を持って俺のことを攻撃しに来てやがる、この野郎、この野郎、なめんじゃねえぞ、この野郎。よし、いいな、しこよいしょ、うん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 。君これ、直接剣でぶちのめすのと、なんかソードビームを与えるのとだったら、どっちの方がダメージが低いのかな、イコールなのか、そのどっちがダメージが低いのかっていうと、そこら辺がちょっとね、今ちょっと測りきれないっていうか、分かりきれないと思うんですね。じゃあ、そんなことを言いながらは、イオン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 、クリンチン、一匹目もおしまいだ、タブリン。爆発する仕組みって何なのって話ですね。中にあれかな、爆竹か何かを仕込んでらっしゃったのかなっていうところなんですけど、まあ、そんなことは一切気にしないで、さあもう一匹どこにいた、お前も同じところに兄弟を送ってやるよブラザー。女の子がしているのはブラ、うん、ブラって言うのもよくないからな今のな。
で、もう、ならないんかい、ちょっといい。近い。あ、ってことは、この距離に来てくれるってことは、もう、お前、尻尾差し出してくるー。トロス。うにょにょん、うにょにょん、さあ、お前を爆発して死んでよ。どうしよう、ピング。ちゃ。1年前くらいのユニバーのやつなの、ボビー・マイハマさんのお気に入りのやつなの。ということで、一旦カットしましょう。ラスボスです。行こうか。一緒に行く？お前が穴で、俺が棒でどうだ？なんか最近ナミヘイさんとさ、ノリスケがさ、合体するっていうのをさ、アニメの切り抜きでなんかやってたのがあってさ、よー、そんな素材を見つけてくるバカいるなって本当に思ったよね。心底感心するわと思って。だからまあ男の頭の中って結局そういう色物しかないっていうことなんですよね。はい、ということで、ラスボスやっていきましょう。前回パートでムジラの仮面一筆目ちょっとやったりとかしたのをお見せしたところであったんですけど、じゃあ実際に普通に戦うのとこの騎士の仮面を使うのとだとどんだけの差が出てくるのかっていうことをまあここってお見せしようかなっていうふうに思ってるということで、そうだ、いい感じに紅葉も染まってくるところですからね。ぜひですね、マジックでまさか外国人が多いからな、5を使えばそこそこタクシー捕まえるのが楽だけど、普通のね、市バスとか乗ってる人とかもう終わりだったんで、お前らそれ人でもあれ、この人に詰め込むくらいの大きいさ、トランプケースとか、普通にブン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 ゴロ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 振り回しながら、ね、気をつけるから。ということで、はい、おしまい。ねえ、あんだけ苦労したもちろん、なんだかんだでさ、仮面、化身、魔人といるけど、こいつが一番苦労したかもしれないよね、仮面がね。正面からの、一回の矢をプチュンと当てても全然暗いようらへんからな。はい。ということで、まあ、お首と体と、おあいつな、5体満足になったところでさ、走っていただきましょう。OK! さあ、おしまいです。まあ、いっぱいあるのも、どちらこうなるよねって話。さあ、再びアルギニンタイム。パンプアップのお時間です。ケーブルや紐やら、チューブやら、パイププッシュ、パイプユニッシュ。違う。なんだ、プッシュアップバーとかを使った結果、こうなります。そして、お敵は失いました。また再び。さあ、どちらかというと、次はサイドステップ、おしまい。まとめて1分で終わったんじゃないか、もしかして。おしまいです。はい、ということでね、本当にムジラの仮面は以上とさせていただきます。まあまだね、取り切ってないハートのかけらだったりとか、あと空き瓶だったりとかね、全ての人を幸せにしたわけではないんですけれども、一旦お見せすべき最低限のことは全部見せることができたかなっていうことなので、ムジラの仮面は一旦こちらで本当に終わりにして、違う作品にまた挑んでいきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただいて応援していただけると幸いです。ではまた次回のゲームでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。綺麗だな。